UGK Tube! Welcome to UGK Tube. UGK will spark your chemistry with sports and English. So let's start the day. Today is June 17th ですね。プロ野球開幕まであと2日。2 more days to go. さあ、それではいつものようにニューヨークタイムズの記事見ていきましょう。今日はトップの3つの記事を紹介しましょう。まずは NFL です。こちらですね、ダラスカウボーイズの、このエースランニングバックエリオットも、コロナに感染したということですね。でまだキャンプは始まってないんですけれども、やはり、そのキャンプでたくさんの人が集まりますので、まあ、本当にできるのかっていうね、そうちょっと心配するような記事にもなっています。 Locker rooms are petri dishes. Can the NFL clean up before training camp?ロッカールームはペトリ皿のようになっているというね、これあの科学で実験するときに使うようなこうなんていうんですかね、こうシャーレみたいなこう入れ物なんですけれども、まあ ここに密集させるような感じですよね。で、Can NFL clean up before training camp? クリーン、トレーニングキャンプが始まるまでにそのあたり NFL は、しっかりと、片付けられますかということですね。で、導入部分です。The lack of virus protocol as July's camps approach has left many in football unsure about safety in a sport that requires contact on nearly every play and cramped quarters inside team facilities.、ね、cramped というのは、混み合っているということですね。ですからロッカールームはもうね、やはり、もうね、特にトレーニングキャンプなんかは90人から100人ぐらいがね、一つのロッカールームに集まって、まあ、まさに密になるというところで、でね、エリオットもこれエージェントが、コロナにかかりましたということで報告があったということです。でここに来てちょっとアリゾナとかフロリダとかがまたちょっと感染者が増えているという状況で、もうその本当にキャンプみたいな密を生むような環境のねものを開催できるのかというような心配する記事でした。でね、まあ、フットボールといえばもうハドルって言ってね、あのオードリーの春日さんでおなじみのトゥースですよね、まあ、これやってみんなが集まってくるじゃないですか。これ自体もやはりもう今ソーシャルディスタンスでちょっと難しいということで、どうやってやればいいんだというふうに怒っているのはジョン・ハーボーヘッドコーチ、ね、ということで、まあ、本当にこれねどうやっていくのか。で一つここであの解決策としてはこのキャタパルトという会社が、そのソフトウェアでね、どれだけ選手がどの選手と、まあ、近くにいたかと1日の行動を全部分析して30、センチ1フィートの距離まで測ることができて、誰と濃厚接触をしたかとかそういったものがすぐ分かるということですね。あとは週3回の PCR 検査も行うということで言っていますけれども、その他のいわゆるガイドラインがまだ出ていないということで伝えられていました。でこれコロナ禍があって、その後にまた、まあ、ウィズコロナの時代のアメリカンフットボールが始まる中で、これアメリカンフットボールがどうまた進化していくかというのは一つ見どころなんですけれども、まあ、僕のちょっとした漠然とした予想ですけれどもね、今あのクォーターバックとラインバッカー、オフェンスとディフェンスにそれぞれ一人ずつトランシーバーをつけることが許されているんですね。ただこれ将来的にはこれ全員つけるんじゃないかなと僕は推測してるんですけれどもね、まあ、そうなるともう何か、ね、まあ、コンピューターゲームのような感じにもなってきますけれども、ただフットボールっていうのは本当にあの、ね、文明とともに進化してきたスポーツですから、この後の最終形の形はまだ見えてないと思うんですよね、まあ、ですからこのコロナ災いでどう進化していくのか、とりあえずはこの7月に始まるキャンプはね、どうまた対策していくのか、この辺りは注目です。さあ、でもう一つの記事はもうこちらは、ね、問題発言がありました。オクラホマ・ステイツ・ガンディ apologizes for wearing shirt of right-wing channel. The Gundy's players threatened a boycott when he wore a shirt promoting One America News Network. ガンディの選手が、ガンディが、このワンアメリカニュースネットワークというその右翼の、ね、テレビ局のネットワークの T シャツを着たことによってもうボイコットしますというふうに、まあ、脅してきたといいましょうか、もうそういう意向を示してきたということでした。いやこれ文章を読んでいくと、もうあの本人もそういうね、マイク・ガンジーヘッドコーチもあまり悪気はなくそういった T シャツをたまたま釣りをしているときに着用していたみたいで、まあ、それが問題になったんですけれども、This is completely insensitive to everything going on in society and it's unacceptable. I will not do anything with Oklahoma State until things change. というね、
ことを言ってるのは、これランニングバックの、フバードという選手で、去年2000ヤードをね、1000ヤード走ればすごいのに2000ヤード走った押しも押されぬエースランニングバックが、そのガンディさんがそういうことを言って、ね、T シャツを着たことによってもう我慢ならないと、いうことになったんですね。でガンディさんもその後すぐに、謝罪をしまして、で最終的にはね、これ書いてあるんですけれども、After Gandhi's latest apology、ね、最近のその謝罪によってフォーバードはツイートをした、たったの6文字 A step in the right direction、まあ、いい方向には向かっている、まあ、完璧に納得して飲み込んだわけではなくて、とりあえずいい方向に行ったというようなニュアンスですよね。まあ、非常にアクティブな方ですから、まあ、すぐに謝ったんでね、事なきは得そうなんですけれども、まあ、一つの T シャツの文言でこういったことになるというのが今のアメリカの社会、とにかくね、今アメリカは大きく動いています。さあ、で最後のニュースはこちらです。連日お伝えしているね、このアメリカのメジャーリーグの、問題ですけれども、コミッショナーが批判の矢面に立たされ出してきたという状況になっています。ちょっと言ってみましょう。As baseball tears, Rob Manfred's words ring hollow. さあ、でその後の導入部分。It's just a disaster for our game, the commissioner said of the lack of trust between MLB and its union. But much of the blame lies with him. 最後の言葉、その通りですよね。最後、もうとにかくこのマンフレッドさんの責任であるということを、ここも言っていますよね。で、これなんで批判されているかというと、この UGK チューブでも僕言いましたよね。マンフレッドさんがもう 100% 実現すると、それはもう50試合になったとしても、実行するというふうに言ったんですよ。でこれがドラフトの中継の時に言ってたんですよね。で、この間の月曜日に ESPN に自信がなくなってきたと、このシーズンが行われるかどうかも自信がなくなってきたという、ちょっとこういわゆる MLB の頂点に立っている人が前言を撤回したということで、大きくこれ批判されているということなんですよね。で、なんでかというと、これ書いても He is failing his responsibility as a steward of the game、ゲームのいわゆるホスト役みたいなね、このいわゆるトップの方がその責任を全うしていないということで、批判しています。オーナーからするとやめた方が、お金は払わずに済むということなんですけれどもね、ただそういう問題じゃないですよね。前もお伝えしたように94年 の、ストがあった時に、その元の観客動員数に戻るまで12年かかったという話しましたよね。でその12年の間にメジャーリーグでは実はホームランのいわゆるステロイドを使ってね、ホームランを量産するという、それがお客さんを皮肉にも、また呼び戻したっていう、これまでの過程があって、じゃあ今回これもしストで、もう1年やらなかった、じゃあ次はじゃあ何でお客さんをまた呼び戻すのと、またステロイドを打つのということでもね、ちょっとそのようなことも書いてありましたけれども、とにかくね、これ野球界は今これも泥沼の状態になっています。最終的にはやはり、そのコミッショナーであるマンフレッドさんが、最終的なね、これ責任取らなければいけない。でこれ一番最後に、ね、書いてあるんですけども It is a shameful abdication of leadership、 もうリーダーシップの放棄が恥ずすべきものであると、最後はね、くくっていますけれども、もうとにもかくにもね、これメジャーリーグが儲かっていないというのは確かに選手たちが言うように、納得いかない理論だと思うんですね。現に、カンサスシティロイヤルズなんかは、10倍の値段でね、去年でしたか、いわゆる買収されましたよね。ですから20年前に比べると球団価値は10倍に上がっているという中で、なんで儲けてないんだと、いうことも選手たちはね、ずっとここをついているんですけれども、いずれにせよね、これどっちともが妥協しないと、これは本当に、10年以上つく、残ってしまう傷になるぞということで警告してますけれども、果たして出口は見つかるのか、日本でもこれ、だいぶちょっと興味を持って報じられているみたいですけれども、今後の、メジャーリーグの動向も、ぜひともチェックしながら、
日本の、ね、野球ファンは6月19日の開幕日を迎えましょう。 Alright, that's about it for today. Barry, hey! Alright, did you feel the chemistry? I believe you then. Alright, it is good.